いいと思うけど、スパーがミラーは自信あるよ、結構。あんまり負けないからね。フォックス弱すぎやろ、もう。なんなの、このキャラ。2連敗したは初めて。クラウド使う。ゲッチ使いはステアよりホームヒカの。スティーブも。まあ、スティーブホームヒカも。スティーブで、スティーブゲッチも。もう難しい。どっちも難しいな。なんだろう。どっちもむずいけど。まだやりようがあるので言ったら、スティーブなんかな？わからん。明確な回答は多いよね。壊されやすいっていうのはあるけど、ゲッチ、スティーブは。ルイジプリーズプロマメリカ。そんな見たいのか、僕のルイジ。ね、まあ、しても褒めかも両方わからん、まあだるいと思う。まあねえんだろうな。ミヤさん寝返りのイメージある。まあまあまあ。メンマなぁ。は？メンマなんかね、対策自信あるんだけど、殺しが目立つかな、どうしても。殺し多すぎて、なんか。でも、ドラミニに勝てる面が、この比較使いどんぐらいいるかって話なんだろう。待って、やばいやばい。そんなに弱くないと思うけど。僕の対面用ホームヒカ、こんな悪くないとは思うけど、まあ、あんまなんか難しいな。ホームヒカがそんなになんか緊張、強いファイターでもないと思うし、難しい。いいな。こんな汚いクラウド使って練習するのやめるか。練習になってる。イドリープリーズフロムジャパン。まあ、なんだろうな。ミヤさんって結構相性表とか上げる機会多いよな。逆に僕全然上げないよな、むしろ。まあ、上げたら何か言われるからなんだけど。え、まあ、なんか何て言うんだろうな、別に。難しいからいいや。どうせ考えなんてすぐ変わるしな。何て言うんだろう。
なんかむしろさ、なんか、例えばなんかザクレイさんとか、ミーヤーさんってなんかキャラランクとか、そういうの結構上げてるイメージだけど、なんか考えが煮詰まってる方が、そういうの作りやすいんかな、なんか。僕はなんか、僕はまだ煮詰まってないから、キャラランク上げなくていいや、みたいな考えでいるんだけど。だからといってその人を人に押し付けることはないけど。ほい。ああ。弱すぎ、これ。ダメね、プロミネンスリボルトされてたら死んでた。きれいに作る。まあどうだろうな。どうなんかな。キラーレン作るためにやってる感ないけどな。わかんないけど。わかんないからいいや。ここら辺の話は。みんなのご想像にお任せする。僕はみんなより浅いから、あんまりなんか、キャラランクとか、作れんな。これできたら強いよねっていう支援みたいなのを出す場所だけど、仮に自分が作るなら、そういう作り方じゃないと、なんか理由としてなんか理論上がとかみたいな、まあ、なんか変な話だなって思うから、うわ待ってやばい、最強だと思うから最強ですぐらいな感じにしか語れないわ。うわ、まあまあ。どうか。プロミネンスエヨルトのウェビー狩り。意識してないことはないけど、意識してるけど、なんかあの時はなんか普通に、あ、なんか、これできるかなみたいなのしたらできた。あれ、なんか、なんだろう、あの、2試合目のやつはやっ初めてやった。一試合目のやつは常に意識してる。あの、一試合目のあの、ウェビーに、あの、ウェビーへのあの、加工中にウェビー合わせるのはやったことないけど、こっちは先にウェビー出してラインを維持しつつみたいなのは結構やるかな。なんかあれの方が見た目なんか汚いけど、でもあれされたらなんか、すんごい火柱が立ってるせいでクラウドが復帰できないから、で、しかも、崖つかめでキャンセルできるしね。仮になんか、他のタクみたいなしようとしても。の回避で捕まるみたいなしても。で、そしたら、あの、逆に火柱立たない。普通に崖つかまりキャンセルの部分が当たって、クラウドは死んでしまうと。ロボットみたい。ちょ、申し訳ない。流れてるわけじゃないんだけど、普通に、ロボ。あんまりキャラリックのポイントみたいなの送ってくんないと、ちょっときついかも。アイスクライムはどうですか？僕は強いと思うよ。僕、トナメ見返してないな。トナメ誰か取ったっけ？思い出した。ギペシア、ツバキ、ガクト、ザクレイ、ブラミーか。めっちゃ東やな。どちらかというと東すぎる。椿さんはチューブだけど、何してんの。
ザザランクくらいはいいんじゃない。ザザランクはたまに作るけど。舐めすぎた。帰れるだろ、でもこれ。いえ弱っ。いつからで全員がやってんけど。ちょっとわかる。死にかねんって。弱だが弱。お前に俺は倒せない。そのままにしてた。まあいいよね別に。チーズと戦、うん、それな、勝ちだ。また最強キャラ、もういいよ。マリスの弱いとこ、オンラインの恩恵すらないよ。ここなんて。やばいやばい、なんか間違えて押しちゃったわ。どんだけ強いの。何してんの。クラウドの空母弱えな。入れる。おお強っ。追いパー無限。まあ追いパー弱くなるんだけどね。今年に入ってスパーが HP から、今年そうかな。別にスパーがもともと HP から結構使うけどね。ガチのスパーゴファンだから見てるけど、結構 HP カラーを使うよ、スパーゴ。なんか全然、なんだろう。いつだっけな、スパーゴ、むしろなんか、僕が出てくる前ぐらいからも余裕でこのカラー使ってたし、あんまり知らないんだけど、僕が出てくる前のオフの話。スパーゴは全部見てるから、基本。HP の良さが分かった。うん、なんか自分もいいなって思ってるから、この2日は。
でなんかいつも前引いてたらなんかヤドンさんと当てられるんだよな。こんなにコムヒカスティーブでアップヘッド起こすの期待されてるんだろうか。いつも当たるわ。なんか大体当たる気がする。本格的はそんな楽じゃないんだよな。あ、もう何これ。トラって空下が弱いみたいな言われるけど、普通に空下使いどころあるって言いたいんだけどな。あるくね結構。コミックスティーブ。まあ、僕はスティーブ側がビフリだと思う。わかんない。僕は、もう負けないわ。まあ、多分オンラインはミヤさんが一番うまいけど、ミヤさんに、お前が一番対策うまいは無理って言われたから、多分無理なんじゃない。シュートンさんのオリマーみたいにね、自分が使ってるキャラにはあんまなんか苦手意識ないみたいなあるからな。そういうの持ってるとコミヒカの安定度みたいな、出せる相手が少なからず増えるから強いよなーって思う。もうないこれ。もう今度スパーゴのクラウドは熱弁。僕はあんま語れるとこないわ。天才だから、天才だから真似できないとは言いたい。まだある。これまず空前 DA だな。無理だ。行こう行こう。よえー。やめます。やめましょう。スマブラおもろいな。ついついやっちゃおう。